ルでございます。ということで今回もスマホ版にゃんこ大戦争の方やっていきたいと思うんですけれども、ちょっと始める前に1点だけね、ちょっとお話の方をねしていこうかなと思うんですけれども、ちょっと遅くなってしまったんですけれどもね、チャンネル登録者数がついに2万人いきました。本当にありがとうございます。ということでね、言われるまでちょっと気づかなくてね、あんまりそういうの確認しなかったんですけれども、まあ、なんとか行くことができてね、まあ、かなり嬉しいんですけれども、とりあえずね、まあ、引き続き、まあ、気を緩めずに今後も頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。ということで今回なんですけれども、ちょっとね本来はちょっと今日ねスイッチ版の方を収録しようかなと思ったんですけれども、ちょっと2万人ということでね、割とちょっとね嬉しいんで、ちょっと今回調子づいてですねレアチケット貯めようかなと思ったんですけども、全部使います。はい、もうね使っていこうかなと思います。残り13時間56分で終わってしまうんで、もう調子こいてもうね、もう引いていきたいと思います。まあ、引いた後はもしかしたら賢者モールになってるかもしれないんですけどもね、まあそんなこともね気にせずやっていきたいと思います。じゃあとりあえずまあ11連なんで、まあとりあえずサクッと、回していきたいと思います。じゃあ行きます。1年前、とりあえずねこれ収録した後にね、ちょっと友人迎えに行かないといけないので、とりあえずちょっと早めに収録の方をね、早くしないと怒られるので行きます。まず1体目猫車輪、じゃあどんどん行きますか。でねキャスリーがね当たんねえんだよな本当にね、マジでねちょっと欲しいなとか思うんだけどね当たらないんですよね。いやーということで、であとはねそうですね、ちょっとねここ数日ねにゃんこに関してはですね、ちょっと一旦ね、一旦、まあ、やることはちゃんとやってて、今サブアカの方ですね、サブアカの方今ねじわ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 進めてるんですけれどもね、ちょっとね今ね、弟の方がね、ちょっとにゃんこの方結構ガチってやってて、で俺のサブアカと比較したらね全然進んでてね、あやばい俺サブアカもちょっとガチやらないとかなっていうことで、ちょっとね今後本アカもやるんですけれども、サブアカの方もちょっと本格的にちょっとやっていこうかなと、思ってる次第で、で、まあ、そんなこともいつもね2回もねにゃんこーで、あ持ってるわ持ってる、いや違うんだよな、なんか出たよね。もう出ないでしょ。でもなんか一体出たからいいか。ああ、これもう2万人パワーですかね。演出一回見たかったな。びっくりしたね。残り3回でございます。いやー、ちょっとね、猫缶はちょっとさすがにまだ使われません。怖くてちょっとね、まだ使わないので、ちょっとね、おお、びっくりしたな。はい、バーベルでございます。さああと残り2回でございますね。じゃあ行きます。引き続きで、とりあえずスイッチ版の方もね、ちょっと後で収録しようかなと思うんですけれども、とりあえずそうですね、また、レアガチャの方をですね、100連か200連か分かんないんですけど、また回してプラス上げの方もね、やっていかないといけないので、ちょっと7月のね、アップデートまでにちょっとやっとかないとかなと思います。ということで最後ですね、最後早いなあっという間なんですけれども、最後1連回していきましょう。さあ泣いても笑ってもこれで最後でございますよ。行きます。何連ました ?11 連か。今11連で1体超ね、出たらもう、ね、いいんじゃないですか?はい、ということで最後のキャラクターは武闘家でございました。これで終わりでございますね。ということであっさりと終わってしまったな。まあ、次はね、ちゃんとね、レアチケの方貯めると思うので、次はちゃんとね、枚数準備しとくんでよろしくお願いします。ということで全部使いまーす。はい。ちょっと今回はちょっとね、欲に負けました。まあいいよね、今回はいいよね。はい、ということで、とりあえず回し終わりました。で、とりあえずそうですね、こんな感じで、まあ今回かぶりだったんですけど、次回こそね、とりあえずリベンジできればいいかなと思うんで、とりあえず次回は、まあ何枚でリアチケ溜まるかわからないと思うんですけども、まあとりあえず地道にちょっと頑張っていこうかなと思います。ちょっとふんにゃんことの方もね、あと40回までだともう少しなんで、あれが終わればリアチケットの方も回収できて、あとはにゃんこチケットの方もですね、じわじわ溜めてきてるんで、また後でちょっと放出してリアチケに変えていければ、またね、まあいつも通りの、まあ2桁ぐらいいけるんじゃないかなと思うんで、そしたらまたね、なんかガチャの時に回せればいいかなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。